マインクラフトのモッドとは、モージャンが作成したマインクラフトに対するユーザーによるモッドである。2014年の時点で1万以上のモッドが存在しており、エンドユーザーはインターネットから無料でダウンロードできる。いくつかの便利なモッドを入れることでゲームプレイングをより豊かにすることができる。マインクラフトのモッドに携わるコミュニティは、モッドに携わるコミュニティの中でも大きい部類に入る。 マインクラフトが成功したことで、モッドの開発も促進されている。マインクラフトのモッドは、パソコンとモバイルで開発されている。しかし、古いバージョンのコンソール版にはモッドを適用できない。マインクラフトの API を利用したポケットエジトンやベッドロックエディションに対するモッドは、アドオンとして知られている。マインクラフトは、モッドの適用性について特によく知られている。 何年にもわたって数々のプログラマーがゲームに新しい要素を追加するために MOD を開発してきた。Java を用いて動作する Java Edition はクライアントとサーバーの両方に MOD を適用することができる。クライアントに MOD を適用する場合は各プレイヤーが MOD をインストールしなければならない。また大抵の場合は MOD をインストールした状態での起動には マインクラフトフォージなどのモッド用ランチャーやローダーが用いられる。サーバーにモッドを適用する場合は、サーバーの動作のみが変更され、各プレイヤーはモッドをインストールする必要がない。クライアントで動作するモッドは、ゲームバランスを変更したり、ブロック、アイテム、モブ、乗り物、ディメンションを追加することがある。しかし、ローエンドのパソコンでは、リソースの枯渇により、 パフォーマンスが低下する場合がある。特に、マドパックを通じて、プレイヤーがモッドを大量に適用した場合に、起こりやすい。だが、中にはパフォーマンスを向上させるために開発された、モッドもある。Java Edition では、コミュニティが Java で書かれた、マインクラフトのソースコードをリバースエンジニアリングしているため、任意のバージョンに対して、モッドを開発することが可能である。 モージャンと親会社のマイクロソフトはわずかながらもモッドをサポートしている。例えばマインクラフト自体はモッド用の API を提供していないが難読化されたシンボルを難読化されていないシンボルに戻すためのマッピングを提供している。マインクラフトの裏は非商用のモッドに限って強化している。マインクラフトのポケットエディションおよびベッドロックエディションでは Java ではなく C で開発されていて違った形態になる。それらをターゲットとするモッドを開発する場合は、公式にサポートされているアドオンとして開発することになる。アドオンは Java Edition のモッドと比べて早くインストールでき、外部ツールとしてのモッドローダーを必要としない。2009年5月、マインクラフトが初めてリリースされる。2010年6月にマイ n e c r が アルファ版になるまではクライアントモッドが本格的になることはなかった。それ以前はいくらかの微小な改変を加えるモッドのみが開発されていた。アルファ版がリリースされると初めてサーバーモッドが現れた。その一つが H マードと呼ばれるサーバーを管理するための簡潔ながらも必要な改変を加えるモッドであった。後にモージャンで働くことになる指示としても知られる。 マイケルストーはマインクラフトコーダーパックを作成した。後に当時後の綴りを保ちながらモッドコーダーパックに改名された。MCP はマインクラフトのソースコードの難読化を解除、およびデコンパイルする。さらに新しいクラスや変更されたクラスを検出し、ゲームに介入するために再コンパイルや再難読化を行う。しかし、この方式では、 複数のモッドが同じ部分を改変した際に競合が生じる。この問題を解決するために、リソガミ・エス・マドローダーが開発された。リソガミ・エス・マドローダーは、複数のモッドが同じクラスやゲームのアセットを変更することを防ぐ。2010年末、マインクラフトはベータ版となった。モッドはより多くの要素を含むようになり、ゲームの大部分を改変するようになった。 バキットと呼ばれる H マードを置き換えることを意図したサーバーモッドもこの頃開発された。バキットの API を実装するクラフトバキットも同時にリリースされた。バキットはプラグインをインストールしてサーバーの動作を変更することでプレイヤーにモッドをインストールさせる必要をなくした。2011年11月頃、f o r g e ッ o ローダーとマインクラフトフォ f o r g e がリリースされた。 フォージを使うことで、プレイヤーは同時に、複数のモッドを適用することができる。フォージは、MCP のマッピングをより取り扱いやすくした。さらに、フォージは、サーバー用のバージョンも用意され、モッドをサーバーで動かすことも可能となった。フォージは、モッドを導入するために、マインクラフト自体のソースコードを改変する必要をなくし、別々のモッドを同時に適用できるようにした。 さらに、フォージは、モッドの開発をより簡単にするために、様々なライブラリーやホックを用意した。2012年のマイン館で、モージャンはモッドについて、パネルを開催した。壇上に立っているのは、主要開発者のジェンズ・ベアギンスチン。2011年11月、マインクラフトは、正式にリリースされた。その間にも、マインクラフトのモッドコミュニティは拡大し続けた。 2012年2月には、モージャンがバキットを公式の API とするため、バキットの開発者を雇用した。バキットは、有志によって開発が続けられた。クラフトバキットからフォークした、スピゲートと呼ばれるプロジェクトも開発が始まっていた。さらに、ポージの代替として、ライトローダーがリリースされた。ライトローダーは、モッドの製作を簡単にした上、既存の要素を改変せずに、 新しい要素の追加を流した。ライトローダーも MCP のマッピングを使用している。2013年にはリソガミ S マドローダーの開発がしばらく止まっていたため、代替としてフォージモッドローダーが登場した。2014年の早期にはスポンジと呼ばれる新しいサーバーソフトが開発された。バキットに比べてより強力なプラグイン API を持ち、フォージのモッドもロードできる。 さらに、バイトコードを書き換える新しい手段として、ミックスインを導入した。ライトローダーも、マインクラフト自体の要素を書き換えるためにミックスインを導入した。2014年中期には、スピゲートによって、バンジーコードと呼ばれる複数のサーバーをつなげるソフトウェアが開発された。バンジーコードは、スピゲートと異なるプラグイン API を持ち、スピゲートプラグインは、 バンジーコードと強調して動作することができる。ペーパームシーはウォーターホールと呼ばれるバンジーコードに改変を加えたソフトウェアをリリースした。ウォーターホールはバンジーコードに最適化を行うパッチを加えたものだと主張されている。2014年末、マイクロソフトがモージャンを買収した。それによってモージャンが許可してきたモッドの開発者に対する裁量が なくなるのではないかという懸念が生じた。しかし、マイクロソフトは、モージャンの方針を変更するという声明は出さず、モッドの開発についても影響を及ぼさなかった。2015年4月、マイクロソフトは、ビジュアルスタジオでのモッド開発をより簡単にするための、マインクラフトモッドデベロッパーパックを発表した。マイクロソフトは、オープンソースのソフトウェアを促進するためにパックを、 オープンソースかつ無料で配布した。2016年9月、Fabric と呼ばれるモッドを開発するための新しいツールチェーンがリリースされた。Fabric は MCP と異なるマッピングを使用している。さらに、スポンジが開発したミックスインも採用している。Fabric は動作が軽量であり、工事のモッドと互換性がない。また、 正式にリリースされる前のスナップショット版においても、いち早くリリースしている。1ヶ月後、Windows 10でのみ動作するマインクラフトが発表された。従来の Java Edition とは違い、C で開発されていることから、Java Edition は近いうちに終わり、MOD の開発ができなくなるのではないかという懸念が広まった。しかし、トンマーズ・チェッキーがレジットで、MOD の開発は、 非常に重要であると述べ、Java Edition が廃止されることはないと語り、コミュニティを安心させた。2017年4月、モージャンはマインクラフトマーケットプレイスで Windows 10版を対象としたユーザー制作物を売ることができるようになるとアナウンスした。カスタムワールド、スキン、テクスチャパックを専門に扱う。これにより、ピークワールドは、 Windows 10版が自由に改変可能な Java Edition に少しだけ近づくと述べている。2018年、当時は大規模なソースコードの変更を行った。その理由の一つは、Java Edition の1.13で加えられた大きな変更に対応するためである。また、当時の新しいサポートスタイルに対応するためでもある。これを機に、多数のモッド開発者がバージョン1.12、 2を第1バージョンとして選択した。モッドコーダーパックは1 1 2に以降の更新を止めた。ライトローダーは1.13向けにアップデートされず、リフトと呼ばれる新たなモッドのローダーにその役割を譲った。リフトはスポンジのミックスインを採用している。しかし、ライトローダーもリフトもサーバー向けのモッドローダーをリリースしていないため、 それらのモッドはクライアントでしか動かすことができない。また、マグマと呼ばれるペーパームシーのプラグインとフォージのモッドを同時に使うことができるサーバーソフトウェアがリリースされた。2018年後期、ファブリックのソースコードは完全に書き換えられた。モッドの開発を簡単にするために、ファブリックのマッピングのシンボル名が一部変更されたり、ホックが追加されたりした。 ファブリックは1.14で人気が出始め、工事とファブリックの間で開発者が分散された。工事は1.14から新たなライフサイクル管理を打ち出し、より新しいバージョンのモッドにアップデートすることが簡単になった。2019年8月、NVIDIA と連携して、ベッドロックエディションにレートレーシングを実装した。2020年後期には、Windows 10版にも実装された。 w i n d o w 10版のリリースは COVID-19 のパンデミックのために遅延した。長年にわたり、マインクラフトのモッドに関する論争が繰り広げられてきた。論争の的となったモッドの一つにグレグテックと呼ばれるモッドがある。グレグテックはマインクラフトの難易度を上げることを目的としていた。2013年、グレグテックの開発者であるグレグは、グレグテックが追加したレシピが、 ティンカーズ・コンストラクトと名付けられた別のモッドによって上書きされていることに気がついた。グレッグはその報復としてティンカーズ・コンストラクトなどの他のモッドを検出するとゲームがクラッシュするコードを挿入した。後にグレッグとティンカーズ・コンストラクトの作者は和解した。さらにサーバーにプラグイン向けの API を追加したバキットも論争の的となった。2014年 バキットチームのリーダーであるオーレにエビレスフルーが開発の中止を宣言した。その後、モージャンがプロジェクトを引き継ぐことが発表された。モージャンの声明は、ライセンスをどう取り扱うかといった点や、知的財産権の取り扱いが不鮮明であった。オリジナルの製作者とメンテナの間で、ライセンスの問題が発生し、主要なメンテナが辞任した後、 誰がプロジェクトを引き継ぐかという問題が生じた。主要なコントリビューターの一人が開発したコードをゲームに使用させまいとアクションを行ったためバキットは荒廃した。2017年3月には E セットがマインクラフトのモッドに偽装した87個のトロイの木馬を Google プレイで発見したと明かした。それらの目的は利用者に過剰な広告を見せることや 他のアプリをインストールさせることだった。これらの偽装されたモッドは2017年1月から3月の間に合わせて100万回以上ダウンロードされた。ティンカーズ・コンストラクトによって追加された精錬炉はツールや武器のパーツを作るために金属を溶かすことができるマインクラフトのモッドがどれだけあるか正確に数えることは難しい。 モッ d を配布するサイトの一つであるカースフォージによれば、2021年7月現在で8597件のモッ d があるとされる。配布が行われているサイトは一つではなく、プラネットマインクラフトやマドフォレストと呼ばれるサイトでも行われている。モッ d によって働きや追加する要素は様々である。自動化を支援する機械やテクノロジーを追加するモッ d の一つとして、 エクストラユーティリティーズがある。エクストラユーティリティーズは発電機や様々なアイテムやブロックを追加する。また、ビルドクラフトは機械やポンプ、パイプなどを追加することでよく知られている。また、インダストリアルクラフトは金属や電子工具、発電機、原子炉、ジェットパック、パワードアーマー、核に関連したアイテムなどを追加する。インダストリアルクラフトの 電力システムは現実における電気回路を模倣している。さらに、フラン、エスモッドは銃、戦車、グレネードを追加する。また、ティンカーズ・コンストラクトは、鋳造や、タニヤの要素、カスタマイズできるツールと武器を追加する。ナトゥーラやフォレストリーといったモッドはマインクラフトに、新しい木や作物といった自然な要素を追加する。フォレストリーは自動化された農場や、 養法、蜂の飼育を追加する。また、もうクリーチャーズはより多くの動物を追加する。キャラクターやエンティティ、生き物を追加するモッドもある。ピクセルマンは、ポケモンシリーズのシステムやメカニクスを提供している。また、ホッシルズアーキオロジーは恐竜を追加する。カスタマンプックスやミリニアは、NPC の挙動を変更する。プレイヤーが行き来できる。 ディメンションを追加するモッドもある。ギャラクティクラフトは、ロケットによって月や、その他の惑星に行き、資源を得ることができる。トワイライトフォレストは、プレイヤーが探索できる、ファンタジー風の森の次元を追加するすべてのモッドが、新しい要素を追加するわけではなく、単に見た目を変えるだけのモッドもある。例えば、画面上に小さい地図を表示したり、オプティフィンのように描画のパフォーマンスを上げたり、 ジャストイナフアイテムズのようにアイテムをどのように制作するか表示したりするモッドがある。オプティフィンはその中でも人気が高いモッドである。オプティフィンはシェーダーや動的な光源、ブロックによる光の反射等を追加する。しかし、ほとんどの機能はハードウェアがサポートしているかどうかに依存する。モッドを組み合わせて配布した場合は、マドパックと呼ばれることがある。マドパックは、 セットアップに関する知識を持たないプレイヤーでも簡単に導入することができる。クリエイターはモッドの相互作用によるエクスペリエンスを期待して窓パックを作成する。時々設定ファイルやテクスチャも同梱されることがある。人気の窓パックはランチャーを通して導入することができる。そのようなランチャーにはフィードザビースとテクニックランチャー、ATA ランチャー、 カースフォージデスクトップアップなどがある。2012年、モージャンはモッドを配布するためのレポジトリを作成するための取り組みを始めた。サイトのガイドには、マインクラフトのモッドを導入し、起動するまでの手順を映したビデオが掲載されている。2012年、マインクラフトを作成したマーカス・パーソンは、モッドが彼のビジョンを脅かすのではないかと恐れていたことを認めた。パーソンは、 モッドがマインクラフトの大きな側面であることが分かったと主張している。モッドの作者がモージャン社に就職したり、モッドの要素がマインクラフトに取り込まれたりしたこともあり、そのような例としてはピストンや馬などが挙げられる。2016年、モージャンはベッドロックエディションにおいてアドオンとしてモッドを公式にサポートすることを表明した。 モットは少なくとも3回にわたってマインクラフトに影響を与えた。モークリーチャーズの開発者であるドクター・ザールクは、モークリーチャーズを通じて、馬を追加した。その後、彼はモージャンが馬を追加するのを手助けした。ピストンもモットの一部であったが、マインクラフトの制作者の強い興味を引き、マインクラフトに追加された。モージャンはバキットプロジェクトに関心していたことを認めている。 2012年、スウェーデンの企業がバキットの主要開発者を雇った。2019年、ザイーサーを開発したことで知られる、キング・ブドッグスがツイッターにおいて、マインクラフトで共同作業をするために、モージャンに雇われたことを明かした。マインクラフトは教育目的でも使用されることがある。マインクラフトの改造は、子供たちがコーディングやプログラミングを始めるきっかけになったと言われている。 ラーントモードやコンピュータークラフティンマインクラフト、パイエディションなどのいくつかの教育的なプロジェクトはマインクラフトを通じてコーディングを学習することを奨励している。また、教師に向けては無料で配布されている。カリフォルニア大学では8歳から18歳にアプリケーションをプログラミングすることを教えるためマインクラフトをより便利にするプログラミングの授業が行われている。 2011年、言語、歴史、芸術など、より多いトピックの教育を可能とするため、マインクラフトゥが発売された。2016年1月、マイクロソフトは新しく、マインクラフトエデュケーションエディションを発表した。教室で使うことを念頭に置いた設計がなされ、マインクラフトゥを置き換えるものとされる。コリダスマンが執筆した、ザパラン。 S, S ガイドブック2マインクラフトという本では、家庭学習とマインクラフトの相性の良さが指摘されている。簡単なモッドを作成することで科学の原理を模式的に表現することができ、保護者などの家庭学習を監督する側もそれを受け入れるからだとされる。イギリス政府の顧問を務めるトム・ベネットは、マインクラフトを教育目的で学校のカリキュラムに導入することに抵抗を示した。 ベネットによれば、学校は、ギミックの沼から抜け出すべきであるとされる。すなわち、授業において、マインクラフトのようなギミックが盛り込まれたツールを使わずに、本だけを使用するべきであると主張した。これに対して、ザガーディアンのジャーナリストの中には、学校でマインクラフトを使用することは、革新的だと考える者も,もいた。PC ワールドのネイトラルフは、モッドをインストールすることについて、 やや複雑なプロセスだとしているが、より多くの経験をしたいと考えるプレイヤーにとっては、有効である、ともしている。PC マガジンのマックス・ウェディは、モッドのセットアップについて、かなり複雑に見え、モッドを適用するのが怖くて、全く使えなかったとしている。しかし、モッドの適用についてかなり寛容であることに気がついて、その良さを述べている。また、モージャンの早い開発ペースのために、 人気のあるモッドの開発が遅れていると述べている。ベンハミン・アボットはメトロでエディに同意し、とても面倒だが、それだけの価値はあるとしている。2013年6月、PC ゲーマーは今週のモッドとしてギャラクティクラフトを取り上げた。ジョージ・アバロスはサンのゼマーキュリーニュースにおいて、モッドはメインストリームの愛好家に向いていると主張している。また、モッドを探す際に、 危険なソフトウェアや、スパムのようなソフトウェアをダウンロードしないように注意、しなければならないとしている。さらに、マインクラフトは子供向けのゲームだが、MOD をインストールする際には、おそらく大人が必要だと述べている。テンプレート、マインクラフト。ありがとうございます。